はい、FIFA14 始めていきたいと思います。ですね、オンラインで一勝できるまでという企画をやってますけどね、あんまり見てくれる人も少ないんで、あんまりやる気ないんですよね。まあ、早く勝って終わらせたいという気持ちの方が強いです。今回もね、なんかアップデートで新たなモードができたんで、そちらをやってみようと思います。日本代表がね、操作できるようになったんですよね。ブラジルのワールドカップモードっていうのかな、日本代表が入ってるんですよ。なので日本対韓国とかね、できたりするんですよね。もともとは日本代表は含まれてなかったんですね、 FIFA14 では。それが FIFA ワールドカップブラジルというこうこのモード で選べるようになったんですよね、全日本の代表を。これはね、なかなか無料のアップデートなんで、すごい嬉しいですね。これをアジアにして日本できるでしょ。これで相手を韓国にして戦いましょう。これでいきましょう。これ7番の選手誰なんですかね。7番、顔見てもわからないですよね。まあね、フォワードが前田っていうことになってるので、ちょっと古いデータかもしれませんが、柿谷入ってるのかな。柿谷ちょっと選びたいんで交代させようかな。はい、オプションボタンでプレイ。ちょっと控えの選手を見てみましょうかね、誰がいるのか。ね、誰でしたっけ、フォワードの試合をチームマネジメントでチーム編成、前田を変えましょうかね。大久保とかね、入ってるんですかね。あ、清滝いますね。ハーフナーは選ばれてないんじゃないのかな。ねえ、やっぱりちょっと違うのかな、代表の選手のメンバーとは。やっぱ違いますね、入ってませんもんね、サブで。ハーフナーとか入れてもしゃあないからな、選ばれてないのに。まあ、じゃあ前田で行きましょう。残念ながら大久保入っておらず、代表選手メンバーが反映されてるわけではないんですね。しゃあないです。これで行きましょう。あれ、始まらない。これで、あれ、これですね。試合を続けていきましょう。今日の試合の実況は私、顔はね、似てる選手と似てない選手がいますね。まあ、香川と本田は元から入ってたんで、まあ、そこそこ似てるんですけど、岡崎とか全然似てないですね。岡崎は似ててほしいんだけどな。岡崎は地元の選手なんでね、応援してるんですよ、いつも。まあ、僕がねサッカー初めて見たっていうのはね、ワールドカップの決勝なんですよね。アメリカ大会のイタリア対ブラジルなんですけど、その時イタリアにはね、バッチョっていうすごいかっこいい選手がいて、まあ、ワールドカップ決勝で初めて知ったんですけど、もうかっこよくてね、男ながらにかっこよくて、ずっとバッチを応援してましたね。まあ、結局ね、試合はブラジルが勝ったんですけど、あの試合でサッカーも面白いなと思いましたよね。それでちょうどその頃ね、J リーグも始まって、 J リーグはあんま見たことないですけど、世界のサッカー面白いなと思いましたね。やっぱ奇想天外なプレーする人が好きですよね。見てて面白い選手がやっぱ素人ですから好きですね。だからあんまり中田とか好きじゃなかったんです。本田もね、本田はやっぱりスピードがないですよね。まあ奇抜なプレー結構しますけど、アイデアのあるプレーはね、でもスピードがないんで、ちょっと香川のが好きなんですけど、まあ、本田はフランスにいたジダンみたいな選手を目指してほしいですよね。ジダンはやっぱスピードなくても存在感ありましたからね。ああいう選手を目指してくれればまだ成長するんじゃないかなと思うんですけど、まあサッカー素人ですから勝手なこと言ってますけど。
と集中しましょうかね、試合に。韓国に負けるわけにはいかないですから、韓国だけには絶対勝たないと。ゲームといえども負けることは許されません。やばい、中盤で確保されました。よし、パスをこの位置で防ぎます。ハーステベ行け、うまいうまい。ハーステベが抜けた。なんであんなパスになるのかな。なんかペナルティーエリア内でバツをしたらみんななんかキーパーに流れるようなパスになりますよね。それがちょっとまだ操作方法分かってないんで。今度は小さいからな。やばい、怪我しちゃったよ。吉田見たら絶対吉田松陰思い出すんですよ。なんか知らないですけど似てませんかね、吉田松陰と。大井龍馬っていう漫画でねよう見てたんですけど、なんか吉田松陰って顔が長くて似てるなと思うんですけどね。吉田を変えるしかないですね。誰がいるやろ。駒野は知ってます。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。まあ吉田でかいからね、ヘッドは強いだけに厳しい退場ですね。ああ、でも先日はダービー行われましたけど、ワンアンドオンリーでしたね。ワンアンドオンリーといったらなんか調教師とジョッキーと馬主と皇太子殿下の誕生日が2月23日でみんな同じでって言って、あんなこともあるんですね。そんなこともできすぎだろうっていう話ですけど、まあ、競馬はたまにそういうことありますよね。まあ、八百長ではないんでしょうけど、ワンアンドオンリーはやっぱりノリさんがうまく乗りましたよね。追い込む馬をやっぱりあそこ客室転換させて、まあ、昨日の馬場がねなんか打ちが良かったんであれしかなかったんでしょうけど、まあ、やっぱり勝負師ですよ。あれしかああいう乗り方をする以外に勝ち目はなかったでしょうね。エミナジョッキーは、ね、枠が逆だったら結果も逆になってたと言ってましたけど、やっぱり競馬は馬だけの力じゃなくてジョッキーのね、ジョッキーの選択も結果が変わってきますよね。あまり僕はねジョッキーを重視する予想方法ではないんでね、ジョッキーの選択で結果が変わってくるっていうレース、あんまり好きじゃないというかね、難しいと思うんですけど、うん、でも昨日のダービーはやっぱりノリちゃんの客室転換ですよ。ポイントはね、前半終了しました。ここで一旦切ります。